はい、皆さんこんにちは。 RWS ドリブル塾鹿児島支部代表のりゅうこちです。本日喋らせていただく YouTube 動画なんですけど、まあ、タイトルにもある通りプロサッカー選手を目指している子はプロサッカー選手にはなれないというテーマでお話しさせていただきます。これを最初に多分見たあの視聴者の皆さんは何言ってんだこいつっていう多分コメントとか思いとかがあると思うんですけど、まあ、僕が言ってるのはプロサッカー選手をなることが目的になっちゃっている子はプロサッカー選手にはなれないという内容でお話しさせていただきます。まあ、これは僕の経験談とかも踏まえて非常にやっぱりこの考え方が早ければ早いほどプロサッカー選手になる確率っていうのは高くなってきます。いい情報と、どれだけ早く巡り合えたかっていうやっぱりそういう経験がどれだけ早くできたかっていうのでやっぱりプロサッカー選手になる道っていうのは、早く切り開かれていくものだと思っています。まず、まあ、僕の、まあ、その経験っていうお話で小学生から僕、まあ、高校生専門学生までぐらいですかね、小学校から専門学生の頃まで僕一度もトレセンというメンバーに受かったことありません。一回もです。一回もで、結論から言うと大人になって初めて、選抜メンバーに入りましたっていうのがあって、まあ、まず、大人になってからの選抜メンバーってどういうことなのっていうお話なんですけど、国体といって、県を代表して県の、代表した選手たちそれぞれと、戦って、ナンバーワンを目指すっていう国体に選ばれましたとっていうお話なんですけど、それは大人になって初めて選ばれました。で、まず小学生からじゃあなんで専門学生の頃まで僕は、トレセンに受かったことはなかったかっていうと、まあ当時僕は、トレセンにすごい憧れを抱いてました。トレセンに合格したいなっていう気持ちは誰よりも強かったです。でも僕の目的としてはトレセンのメンバーに選ばれることが目的、その後のこととかは何にも考えていなかったので、トレセンに合格することは、ありませんでした。で、まず、まあ、僕が、やっぱり子供から大人になって、まあ、サッカー選手から、指導者という立場に変わってどういう子をやっぱりトレセンとか選抜のメンバーに選ぶかっていうと、チームに何をもたらしてくれる子なのかっていうのもまず見ますね。まずそこで、トレセンのメンバーに入ることだけが目的になっちゃっている子っていうのはやっぱりぶっちゃけ、選抜したチームの中には、はっきり言っていらないです。なのでその自分の長所とか、チームに何をもたらせるかっていうのを、アピールできる人がやっぱり選抜に入ったり、今は僕が、これ背負ってる、日本代表のエンブレムを、背負うことができると思います。これはもう絶対ですね。で、これ結構僕の、まあ、経験っていうか、実際にあった話なんです。気持ちっていうか話なんですけど、その国体の、メンバーに選ばれた時の心境と、じゃあトレセンの練習会とかに行った、当時学生の頃の心境の違いとしては、国体の練習参加に行った時っていうのはこのチームに入ったら俺は絶対にこの国体のチームを勝たすことができる、こういう武器で俺はチームを勝たせられる、チームを盛り上げられる、だから俺は絶対国体に入れる、入らなきゃいけないっていう思いのもとサッカーをしてました、練習会を。なので、国体 の、まあ、そのメンバーが選ばれる時の僕の心境としては、早くメンバー発表されないかなみたいな、誰が他に受かったんだろうっていう、もう自分が受かった気でいるような気持ちでした。でも学生の頃っていうのは自分が選ばれないかなっていうその自分自身のことをやっぱりずっと気にしていたので、やっぱりそういう、気持ちの違いとかでトレセンに合格するとか選抜メンバーに入るっていうのは結果が変わってくるんじゃないかなっていうふうに思います。なのでプロサッカー選手になる時もやっぱり同じような、考え方でプロサッカー選手、俺はこのチームに入ったらチームを勝利にもたらすことができるっていう絶対的なやっぱり自信を持つことが、大事です。これはもう絶対ですね。これがやっぱり自信がある選手がやっぱりプロサッカー選手になっていくのは僕は当然のことだと思います。やっぱりスポーツの世界なので実力がある人がやっぱり上に行くと思いますし、なのでやっぱりそういう考え方とかっていうのを早いうちからどれだけ、経験できたかっていうのでプロサッカー選手になる
っぱり確率っていうのは上がっていくのかなというふうに思います。なので今回僕が喋っている YouTube 動画っていうのが、まあ、大体平均再生が2000再生ぐらいなんですよ。これもうぶっちゃけてもう恥ずかしい普通の YouTuber の、例えばコムドットとか、まあ、そういうヒカキンさんとかに比べたらすごいビビたる再生数だと思うんですけど、でもこの2000再生を見てくれた人たちがやっぱり一人でもプロサッカー選手になる、こういう考え方をできるのであれば、僕はこの動画を撮った意味がやっぱりあるのかなというふうに思います。やっぱり見た人全員がなれるわけではないし、この動画を見てどれだけ意識を変えられることが大事かなというふうに思います。やっぱりこの画面上だけではやっぱ伝わらないことっていうのもあると思います。でも僕が現場日頃の RWS のスクールで伝えていることっていうのはやっぱりこういうことを直に人と人で触れ合うことで、やっぱり子どもたちとかお父さんお母さんとかにもやっぱり僕は気持ちが伝わっていくのかなというふうに思います。いい情報にどれだけ早く巡り合えたかっていうのがやっぱりプロサッカー選手になる大きな鍵だと思います。今回も超有料級 のトーク動画 YouTube 動画を撮っちゃってしまったので、見る見ないは自由だと思うんですけど、でも見たら必ずプロサッカー選手になれるっていう動画になっていると思います。なので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録を忘れずにお願いいたします。はい、では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。